停留場は、北海道札幌市中央区にある、札幌市交通事業新高校舎山花線の停留場である。停留場番号は、SC20。山花線の通る西七丁目通りと、菊水旭山公園通りとの交差点に位置する。東停留場から、隣の東本願寺前停留場までの間は、現存路線中では最も勾配の大きな区間となっている。 二面二線の対向式。交差点を挟んで、南側の南9条西6丁目に内回り、北側の南8条西6丁目に、外回りの乗り場があり、安全地帯が設けられている。安全地帯には、ロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。北海道駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。停留場ランバリング表示について、 札幌市交通局オリジナルの2015年4月11日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 2 1 1 1 5 0 0 5 7 h t t p w w w c i t y s a p p o r o j p s h o t o t o n s h i t e n n u m b e r i n g h t m l 2 0 1 5年4月11日月ラ一般路線バス札幌市内。 JR 北海道バス2019年6月1日閲覧ありがとうございます。